お元気ですか？僕趣味です。今回は2022プロ野球チップスカード第3弾の2回目でございます。それでは早速ね、やっていきたいと思います。先ほど言った通りね、今言った通り、で次から第3弾が出ましたのでね、やっていきたいと思います。それではいきます。1袋目の、ごめんなさい、第2回目の1袋目でございます。阪神タイガースの湯浅敦樹投手でございます。千葉ロッテマリーンズの中村翔吾内野手でございます。続いて2袋目でございます。で、読売ジャイアンツの山崎伊織投手でございます。で、チェックリストですね。NPB 史上18人目となる西武、増田投手のカードでございます。3袋目でございます。で、白菜カード出ましたね。元千葉ロッテマリーンズの里崎智也捕手のね、白菜カードが出ました。で、オリックスバファローズの山本由伸投手でございます。4袋目でございます。今年 4人目となるノーヒットノーランを達成したオリックスバファローズ山本由伸投手のカードでございます。中日ドラゴンズ柳裕也投手でございます。5袋目でございます。おっと、すいません。で、レアカードが出ますね。ヤクルトスワローズ、塩見、安高、こちら、内野手ですかね。外野手の、これは白菜カードでございます。楽天イーグルスの住谷銀次郎捕手でございます。6袋目でございます。で、またね、白菜カードが出ました。中日ドラゴンズの阿部俊樹内野手の、またね、白菜カードが出ました。で、ヤクルトスワローズの清水昇投手でございます。7袋目でございます。ヤクルトスワローズのホセ・オス、ホスナ、内野手のブス、失礼しました。ホセ・オスナ、内野手でございます。失礼しました。西武ライオンズの佐藤俊介投手でございます。8袋目でございます。ソフトバンクホークスの周東佑京、内野手でございます。楽天イーグルスの安楽智弘投手でございます。9袋目でございます。で、またね、これは白菜カードが出ましたね。阪神タイガースの西勇輝投手の、これは、ね、白菜カードで出ました。白菜カードですね。レアカードでございます。で、チェックリストですね。延長10回決勝3号ソロを放った日本ハムの万波、外野手でございます。で、最後の10袋目でございます。
で読売ジャイアンツアダム豪華外野手で最後は千葉ロッテマリーンズ佐藤俊也星のカードとなっております。以上で2022年プロ野球チップス第3弾の開封動画2回目を終わりたいと思います。またねお金がありましたらこういったね第3弾もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。